インドネシア監督が不気味発言。日本は私が一番よく知っている。韓国メディアスポティリーニュースが、日本を捕まえてベスト16に挑戦。インドネシアを率いる韓国人のシン・テヨン監督は、日本は私が一番よく知っていると自信、という記事で伝えている。韓国代表と年代別代表を指揮し、所属していたソンナム・イルファでも、選手、監督として日本のチームとは何度も対戦している。記事は当時から、予期せぬ強豪に勝つ才能を発揮していたと指摘、2018年にはロシアで行われたワールドカップで、当時世界ランキング1位のドイツを、2例で破ったことがある。日本はイラク2-1で敗れ、グループ1位通過が不可能になっている。記事はインドネシアに勝ち、組2位でメンツを守ろうという目標があると指摘、イラク戦が日本攻略の参考になるかという質問に対し、シン・テヨン監督は、イラクとインドネシアはフィジカルなどが違う。私たちは違った角度から日本戦の準備をしている。イラクがうまくやった部分を踏襲することはできない。違う方向から日本戦に臨みたいと、イラクとは違った日本攻略法の存在を示唆した。おお、2018年ワールドカップで、ドイツを任した時の韓国代表監督か。この際ぜひ勝っていただいて、森保を解任してほしい。イラン戦の謎采配で彼は、変わってないってことを露呈してしまった。インドネシアも研究してるだろうから、同じような展開になりそう。この監督よりも、日本人が一番恐れているのは、森保監督の采配。サッカーは先制点が命、開始5分以内の先制点で、インドネシアの出花をくじいてほしい。4点ぐらい取って、アジア最強の優勝候補に、返り咲いてほしい。できることを当たり前のようにやれば、当たり前のように勝てる相手のはず。インドネシアに負けたら、森保解任でよいよね。